こんにちは、とくです。今日のテーマは、九段下ゲーム界でプレイしたオルレアンのゲーム紹介です。 それではですね、今日は、九段下ゲーム会でプレイしたオルレアンについて紹介していきたいと思います。この九段下ゲーム会なんですけど、1年ぶり。だいたいね、1年に1回やってるような感じではあるんですけども、前回プレイしたのがこの It's a Wonderful World とスマートフォン会社をやった時以来ですね、の九段下ゲーム会と。ここの会場は非常に便利というかね、ちょうど参加者の中間地点ぐらいなので、ロケーション的にもいいのかなと。 とは、えー、思ってるんですけども、ここをね、もうちょっと頻繁に使っていきたいなとは思うんですが、今日は、まあ、オルレアン。 まあ、ヨックさんがね、やってみたいぜーって話をされてたので、今回、ね、プレイが叶ったというところではあるんですけども、ハルさんもね、このゲームすごい、まあ、僕が想像していた以上に好きなんだなと思っていて、オールタイムベスト5だとかって言われてたんで、まあ、そこまで好きだったんだっていうのは意外な感じはしたんですけども、まあ私もね、これ、協力プレイしかしたことなかったんで、実際の、 こう対戦型っていうのは初めてなんで、まあ、どんなプレイ感なのかっていうところではあるんですけども、今日はね、このブログの方にも書きましたけど、本来はトレード拡張っていうのをやる予定だったみたいなんだけども、入ってねえということが発覚したということで、まあノーマルのオルレアンでやることになりましたと。こいつですね。まあノーマル版でやることになったと。で、実際どんな感じだったかっていうのは、いつものテーブルトップシミュレーターで見ていきたいと思います。 はい、こちらが、えー、テーブルトップシミュレーター画面ですけども、まあ、便宜上私だけで説明してみますが、まあ、私が青ですと。はい、これが初期の手札ですね。ゲームの詳しい説明というのは、 特に行わないですけども、簡単に言うと、これらの丸いディスクですね。これをこのボードに、これ各自個人ボードがありますが、ここに配置していくと。まあ、例えば、それぞれのできるアクションがいろいろ書かれていて、例えば、これやりたかったら、ここに該当するものを、ぷップッ,ッと置くことで、このアクションができますと。で、アクションは何かっていうと、まあ、それぞれ上にこの辺のやつは対応するこのディスクをもらえると。そのディスクは、 ここにありますよと。このディスクを取ることで、それぞれのゲージ、例えばこいつを取ったらこのゲージが上がっていくと。ゲージが上がることで何らかの特殊能力があると。これをもらうことによって、そのもらったコマを、ここの、まあ、実際はバッグですけども、バッグに入れて、またそこからドローしていくと。通常のカードゲームでよくあるデッキビルドと同じ形式になっていて、デッキビルドが、いわゆるバックドローシステムという形になっているという走りのゲーム。 にこれはなっておりますとどういう風に進めていくかっていうところなんですけど、はるさんの方からこういう戦略がいいですよっていうのは大体は聞いたんですけども、まずポイントは白でしょうと。白のレベルを強化することで何が良くなるかっていうと、ディスクを引ける、こディスクって言ってるけど、このゲームではドローフォロワーズってなってるから、フォロワーっていう表現がいいんでしょうね。フォロワーをバッグから引ける枚数が初期は4枚、要はカードドローの 枚数ですね。こいつを上げられると。 はじめ持っているフォロワーが4人なんで、これを上げない限り毎回いくらタイルを取ったところで4つしか引けないとできるアクションって限られるよねと。最大で8まで上げることができるんだけど、ドロー数は正義ですよというハルさんの力強い話があったんで、まあ、まずこっから上げんのかなと。やっぱりね、これアクション数増やさないとどうもならんので、4つじゃ毎回なんか1個のアクション、まぁ候補ができるけども、だいたい1個ぐらいのアクションしかできないので、それを上げるためにも 白に行くっていうののが、まあ、初手の有力選択肢かなと。これみんな有力なんですよ。あと、有力そうなのが、大学アクションなんですけど、初期のコマってこの白、黒、青、茶の4つなんだけども、これだとできるアクションって限られてますよと。で、これが、この灰色を取ると、ここのアクション、この修道院のアクションを打つことができます。で、修道院に行くと、黄色いフォロワーを獲得することができると。 で、この黄色いフォロワーは何がいいかっていうと、これはオールマイティのフォロワーになっています。仮に5枚あろうが6枚あろうが、対応するところのマスにそれぞれ置かないとダメなんで、例えば白を置いた、黒を置いた、青を置いたってやったとして、残ったものが、例えば黒と赤ですって言ったら、できるアクションは何もないし、黒、赤、赤でも、 できるアクションは何もないので、オールマイティのタイルを、フォロワーを取ることで、選べる選択肢を増やす柔軟ですからね、こいつがあると。まあそのためにも大学は行きたいよというところがあります。大学ってここの一番下のやつを上げると、修道院を取るための権利を得られるんですけども、それ以外にここを上げることによって、一番下の大学トラックとでも言うべき。 このゲージを上げることができると。で、このゲージを上げたら何がいいことがあるかっていうのはまた言いますけども、とにかくここを上げられるよと。まあ、あと簡単に言っておくと、青を上げるとお金を得ることはできます。で、このゲームいろんなところでお金が落ちてたりするんですけども、お金って持っていても、特に何か買い物をするためではなくて、要はお金は VP になってます。なので、要は VP を高める行為が青になります。 一個飛ばして、茶色いやつのゲージを上げると、歯車を取ることができるんですけど、歯車非常に素晴らしくて、こいつの効果というのは、各エリア一個だけなんですけども、マスを潰すことができますと。で、マスを潰すって何ってことなんだけども、こういう風に潰すと、本来複数必要な このフォロワーの配置を減らすことができると。だから2マスしかないところを潰すと50%分削減できるわけですね。これが1個あるだけで修道院がもらえると。全く素晴らしい。素晴らしいとしか言いようがないと。ただ全部埋めたりはできない。1箇所1個しか埋めれないっていうのがあるんだけども、それでもね、アクション効率を高めるためには、ぜひ欲しいのが歯車かなと思います。 で、あと、黒いやつですけども、黒いやつを上げていくと、建物を取ることができると。要は自分だけのプライベートアクションをすることができるようになると。どれか1個を取れると。これあの、レベル1とレベル2っていうのがあって、これレベル2。こっちがレベル1なんですけど、それがここに買い取るんですね。これは1しか取れないとか、1でも2でも取れると。と書いてあるんで、それぞれ、まあ、2、2を選んでるときには1も取れるんですけど、まあ、これらを選んでいくよと。まあ、いろんな効果が、 あるんですけどね。あの、割愛しますけども。まあ、そんなのがあるよと。ざっくり言うと、取る系はそんなもん。あと白か。白を取ると、これらのいろんな産物をもらうことができるんですけど、この産物っていうのは2つあって、1つは VP ですわ。だから、こういう一番最後の方でしか取れないやつは VP 点が高いし、初めに取れるのは点は低いというのもあります。 お金とね、VP って何が違うねんっていう話はあるんですけども、基本的には同じなんですけど、こっちのじゃあ物品の話をすると、さっきこのなんか物をもらえるっていうのがこの辺りのものなんですけど、上の方のやつがこれ移動系とこれ建物系になっていて、それぞれここは水路、ここは陸路の移動ができます。 はじめ、自分、ここにいるんだけど、オルレアンというところにいるんですけど、水路を移動すると、こんな感じで移動すると、移動中にある産物が取れると。水路はスすだったらこうだし、陸路だったらこうと。移動中に複数ある場合はどれっちか一つだけ取ることができます。ギルドホールアクションをやると、自分のいるところに、この建物をポンと。 置くことができると建物を置けるのは各お城のところに先着一名様になっていてスタート地点であるオルレアンに置くことはできませんでこれを置くことの意味なんですけどこれゲーム終了時の VP に関連してまして建物と人かける星の数っていうのが最終的な VP になります人は何っていうと これらのトラックに先着、これも先着1名で取れたり、あとここにも何人かいるので、これも先着1名で取ることができます。ここのボードがあって、ここにも人がいたりします。 星、マークっていうのがこのトラックですね。いくら人いっぱい、人や建物を建てても、例えば20人建てても、そもそもここまで達成しないと VP が0なので、例えば10人いても 10×0 で0点なんで、そもそものこの掛け算のベースの値を上けていく必要がある。 この大学トラックってすごい重要なんですよね。あともう一つ、こんな感じの目的タイルっていうのが、あ、目的このカードがあって、要は、どこどかの地区に行って、産物とこの産物を持っていくと VP がもらえる。そういう効果があります。だから単純な VP っていうよりかは、最悪は VP なんだけども、こういうところに運ぶことによって、だいたい2割増しか3割増しか、そのぐらいの効果で引き取ってもらえると。 だから、ま、移動して取るっていうこともあるんだけれども、わざわざ移動しなくても、このトラックを上げると、それらの産物をもらうことができると。まあ、あと、建物によっても産物が生まれたりするのもあります。と。それを抑えて、え、プレイしていく必要がありますと。 まあ、あと、マイラウンドのイベントっていうものがあって、何らかの、大体っていうかほとんど悪いんですけど、収穫で税金かななんかこれ払えとか言われたりするんで、この産物がどれかを払いなさいと。なかったら5金払えみたいなのが出てくるんで、これらのお金とか、産物とか持っていないと結構困るということがあります。これね、ちなみにお金が払えないと、産物売ってでも払えとか、建物壊してでも払えとか、結構厳しい制約があったりするので、お金も重要と。 いうことにはなっていると。で、それを踏まえてプレイしていくんですけども、とりあえず初手は私、ハルさんの教えに従って、確かこう言ったんだよね。ポッポッポッと言って、で、この赤をもらうと。こいつをもらいましたと。ゲージが上がると。で、この時の流れは、まずこのアクションをしますって選ぶと、選ぶアクションをもう箱に戻し、えー、っと、今もらったこれも一緒に箱に戻すと。 そういうことをやりましたね。使わなかったやつはどっかに配置してもいいんだけれども、ここに置いといてもいいです。一回配置してしまうと、それは剥がせないし、剥がすためには、バッグから戻す時の1個にカウントされてしまうんで、わざわざどっかに配置するっていうよりかは、手元に置いておいて、そこから、えー、と配置していけばいいと思うんですけども、ここの置いておくエリアが8つしかないので、逆にあんまり上げすぎると、使い切れなかったやつも含めて、 売れてしまう問題があるんで、結局どっかにしょうがないから配置しておくかみたいなドロー数考えるとねっていうのがあったりするんでそこはほどほどでもいいのかなとは思うんですけどもこんな感じにすると で、これゲージを5に上げておくと、次から5ドローできるので、今1個使い切れなかったのがあるんで、どうせこう4つしか入ってないから同じなんだけども、とにかくゲージを引けるドロー数を増やすのは重要だよと。まあ、アクションやったらまた次の手番でこれを引きますよと。で、今5個あるよと。で、この5個で何やるのなんだけども、次もね、赤ってなかなか使いづらいんですよ。なぜならこの赤のアクションって、移動系には必ず必須、建物にも必須なんだけど、あとここですね、ここ言ってなかった。 これは一歩進むと。赤と灰色で一歩進む。でも、しょぼいんだよね、これ。わざわざやったところで一歩しか、二個使って一歩しか進めないから、トラックを上げると、それだけの歩数は進められるけど、こんだけ全部上げたところで、二重スだから、二しろやと、二しろやと、ここまでか。ここまでしかこれんと。 だからゲージをフルに上げても、こんだけ足らないので、これを補う何かがいるよというようなことで、ここのアクションだったり、あと下にまあいろんなタイル、移動を補助するタイルがあるので、これらを選んでいくのがいいかなと。ちなみに今、ゲージフルに上げたらいいじゃんって言ったんですけど、これはこれで良し悪しになっていて、例えばこんだけ上げれば、その分だけ巣から学者をいっぱい引くことになりますと。 そうすると、袋の中が学者だらけになって、そんな学者って使うんかいな、っていうことになります。で、正直学者ってあんま欲しくないんですよ。なぜなら、修道院を欲しいがために一応取ったり、あとトラック進めたいから取るんだけども、こいつ自体の使い道ってもうほとんどないので、別にゲージを 上げるためにここのアクションをするけども、正直ゲージを上げたいだけで、こいつのタイルが欲しいわけではないので、だんだん余ってきますと。で、余ったやつを処分するのはここのタウンホールというアクションで、ここに、要はリストラができるわけですわ。学習をバーンと突っ込むと、それをここに置くことができると。で、ここに配置すると、何らかのものがもらえると。えー、ギアがもらえたり。これあれやね、拡張、拡張用かなこれ。こんなボードじゃなかったんで。ああ、そうか、これ拡張やね。 あの、基本セットは、なんかもっとしょぼいんですよ。お金しかないんだね。だから、こういう。 いい選択肢はなかったんですわ。もうみんなお金、良くてトラック進むぐらいだったんですけど、まあ少なく、まあいずれにしてもここで処分はできるんで、デッキ圧縮をすることもできると。そういうことをしながら進めていくんだけども、次何やったかっていうと、あんまり覚えてないんだけど、やっぱここが、大学に行った気がするな。大学とにかく、ここに行って、こんな感じやね。 こうやって、大学を取りに行ったと。で、赤使えないから、赤は一旦、この辺に避難させておくと。そうすると、ここで、大学もらえるので、こうなるわな、と。ここで3人、こでしょ。で、こうやって、これをもらい、トラックを上げて、で、自分が2歩進むと。こんな感じになりますよ、と。今、ここに。でもまた4発でしょ ?1 個、ここに赤があるからね。また次引きますよ、と。で、じゃらっと引いた。 で、灰色がやってきたから、次はここで修道院取り、またここの3人なんで、こうしますと。まあ、こうなるんですよ。2アクションできるので、どっち先かっていうのは、確かね、僕何やったかってギアを取ったのかなここでギアを取ったんで、どれか選べるから、ギアを取るか、建物を取るか、あとこのあれかお金を取るかなんだけど、正直お金は今ね、いらないでしょで、インフラ整備したい。 で、違うか。ギア、ギア取ったよね。俺ギア取ったはずですわ。ここのエリアって今後ガンガンやるような気がしたんですよ。ギアも取るし、建物も取りたいから、ここ相当打つなと思ったので、ここにギアを入れるために、これでこいつを取ります。で、これを捨て、こいつを取って、1個上げて、これを、これもバッグに入れて、で、これ1点目は白しか消せないよっていう制限があるので、でここを埋めました。 ここにギアを埋めたと。で、あとこれで修道院を取ると。こんな感じですね。修道院を取りました。それで、まあ、手番終了。で、また、ザーンと。で、5個来ましたと。で、次に何するかって、と、みたいな感じになっていくので、こんな感じやろね。こうやろね。で、こうやって、灰色って今使えないんだけど、こういう場合は、まずここ、ここのアクションを、 行くところに置いとくしかないんやろね、こんな感じでね。まあ、一発、こう置いといて、こ,このアクションはしますと。これを戻して、次に建物を取ったんですけど、私が取ったんは、このウィンドミル、これを取りましたと。このウィンドミルっていうのは、二金と一歩移動するアクションになっていて、要はここのさっきのトラックの補助を突出しながら VP がもらえると。これ結構ね、地味だったんですけど、 意外と良かったですわ。地味ながら結構強い能力を持っていましたね。これ取って終わりかなどっか置いたかな置いたかどうかまでは覚えてないんだけど。でね、これを取るとね、やっぱりもう一個ここを埋めたくなるのが人の常って感じで、確か次またギア取って、なんかギア埋めしたんだよね、これ。これもしつつ、まあ後の流れだけ言うと、このギアを取って、ギアここを埋めましたと。こうすることで、 こいつが一個あれば発動するんでね。もうこれは良かったよと。次に建物で僕が取ったのが、こいつを取ったんです。これ、こいつを取りました。 これを取ることによって何がいいかっていうと、この灰色のやつはオールマイティになるんですよ。修道院と同じ効果を得ることができるので、あとは僕はひたすら大学に通って灰色をいっぱい取って、さっき灰色っていっぱいあげても使い道がないんですよって言ったけど、使い道があるんですよ、大学取っとくと。だからここでリストラしなくても灰色が活用できるということで、オールマイティをいっぱい取って汎用性を高めなく ながらトラックをとにかくこう,こういつでガンガン進めていく。 大学トラックをまず進めていくことにしました。こいつは私取れなかったんだけど、もうあとガンガン進めていったから、これとこれは取ることができましたと。ここがマックス値まで私取ることができたんで、まあ後からこのインフラを整備して、後からこう移動していって建物を建てていったんだけど、効率いいですわね。春さんが確かかける3までしか取れなかったんで、春さんが建物10軒建てたら、 それで 10×3 で30点だけど、私は5件でいいですからね。5×6 で30なんで。なので非常に効率が良かったというところがあります。で、ハルさんもここを上げたかったんですけど、ハルさんにはここを上げられない理由が多分想像できたんだけど、それが一番初めにハルさんの取った建物で、ハーブガーデン。 これ、ハルさん撮ってたんですよ。ハルさんなんかこれ好きみたいで、美味しいんでしょうね、これが。で、これよくやられてるみたいなんだけど、要はこれ何かっていうと、茶、黒、白の、あの、オールマイティーにできるやつなんで、ハルさんは、青のコマがあれば、要はこの修道院行かなくても、青でこれ代用できるんですよで。逆に言うと、これ持ってると、なんかわざわざ大学行くのってバカバカしくなるんですよね、これ。だって、灰色なくたって、ほぼこれ代用できるし、まあ、赤はないけど、 赤以外は代用できるから大学に行くインセンティブがね 少なくなるんですよ、これがあると。なので、ハルさんは、大学を多分行かずに、赤だけは移動で、引いたら移動でガンガン使えるから、赤はいいよね、と。だから、赤とオールマイティで進ませる作戦に行ったと思うんですわ。で、ハルさんをとにかく移動しまくって、こういう VP を取りまくるっていう作戦にしたんだけども、だから当然出遅れるわね、と。灰色ないから。他の人がみんな灰色わーわーってないから、普通に上げていくんだけども、で、ハルさんが気づいた時にはもう学者がなくなって、矢浦そっからハルさん上げに来た。 んだけどもまあ、届かずという展開になってましたハ、ね、ルさんとしてはおそらくだけど、ここ諦めるんだったら、早めにこの、あれでしょうね、こういうライブラリーとかを、あ、でもライブラリーも、いや、いけるな、ライブラリー取って、で灰色を埋めりゃいいんだよね。 ハルさんは多分こういう展開にしていくのかなハルさんするんだったら。で、灰色をギアで埋めて、こんな感じでギアで埋めれば、ハルさん赤いっぱい持ってるから、で、赤とこれの組み合わせでガンガン進ませていけばいいかもね。ハ、ま、ル、あ、さんも狙ってたんでしょうけど、もうなかなかそんな都合よくはいかずっていうこともあって、で、そんな展開でしたよと。だからハルさんはいっぱいいろんなところで立ってたけども、学者トラックが進められず、まああんまりそこが最後伸びなかったと。私がこう、ま マックス行けたんで,で、私とね、ヨックさんもマックス行ったんですよ。で、マックス行ったんだけど、私がここ先に、この行って早くシチズン取れたもんで、その差ですね。私がヨックさんに勝ったのは。で、あと、ハルさんも、建物はいっぱい建てたけども、ここが伸びなかったということで、まあ、なんとか、かろうじで逃げ切れましたよ。というのが、この、オルレアンでした。久しぶりにね、私もこれやりましたけど、面白いですね、やっぱり。いいゲームですね。で、これで面白いんだから、この拡張 入れたらもっといいんだろうなというふうには思っています。 拡張の内容っていうのがいまいちよく分かってはいないんですが、少なくてもここを見ているとかなり能力が強化されているねと。だからこれ移動も二歩移動できたり、こ,まあ、ここはあれかもしれんけど、ギアもらえるとか商品もらえるとかそういうのがあるんだね。だから積極的にこうリストラしてもいいかもっていう流れなんですかね。これ入れて、うん、やってみたいですね。という。 のがオルレアンの紹介でしたけども、非常に面白かったんでね、またやりたいなと。ハ、え、ル、ー、さんがオールタイムベストに入れるのもわかる気がしたというのがこのオルレアンでした。えー、アトクチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に 扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さようなら。